時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君博と争わない弁護士工藤敦子です。この番組は日曜日の憂鬱を希望に変える内容となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。で、番組ではメッセージを募集しています。宛先メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。また、YouTube でも同時配信しています。YouTube から入っていただいて fmgino1、日曜日の憂鬱と検索していただければご視聴できますので、こちらも合わせて、ご視聴お願いします。はい、ということで、はい、始まりました。はい、これで今日で放送25回目ということで、はい、25回目おめでとうございます。すごいですね、もう25回、7月終わって、うん、はい、本当ですね。中旬に突破しましたね。本当ですね、はい、春から始まり、はい、秋になり、そうですね、ね、もうすぐ半年です。そうですね、うん、はい、うん、まあ、なんかもう台風も13号までできちゃって沖縄もやっぱり結構台風が今年は、うん、多い、あの結構沖縄に直撃してる感じなので、はいはい、大変みたいな感じですね。そうですよね、お気をつけください、ね、うん、はい、ちなみになんですけど、うん、はい、台風とよくハリケーンとかサイクロンって聞くじゃないですか。うんうん、あれの違いってわかりますか？なんでしょう。ハリケーン、サイクロン、はい、呼び方の違いではないってことですね。そうなんですよ。ちょっと調べてみたんですけど、はい、まあ、それぞれ最大風速の基準に違いはありますが、熱帯低気圧が存在する地域によってその呼ばれ方が違うだけですってことなんです。そういうことなんですね。そういうことです。ちなみに台風は、同じ、うん、そうですね、台風は東経180度より西の北大西洋および南シナ海で起きるもので、日本も分類です。で、ハリケーンは北大西洋、カリブ海、メキシコ湾および西経180度より東の、北太平洋東部で起きるものがハリケーンだそうです。はい、場所によってってことですね、どこで。で、あとサイクロンはベンガル湾、北インド洋に存在する熱帯低気圧を指しますということなんです。はい、なんかただどうやらこの、あれですね、ただ風速はやっぱり台風よりハリケーンの方が最大風速が大きいみたいですね。そうなんですね。そうみたいです。なんか私、学生の頃、雨女ならぬ台風女で、一回なんか、はい、こう、台風西から来るじゃないですか。西から来て、こう、東に来て、東京の方来るじゃないですか。はい、で、私、東京から、広島の方に行く用事があって、新幹線乗ってたら、台風が向きを変えて、東京の方まで来てたの向き変えて、ついてきたんですよ。そう。あれ、兵庫の方だったかな。そうそうそう。それで、友達のところに泊まってたんですけど、一歩も出られなくなったっていうのがあって、なんかすごい、はいはい、好かれてたなっていう時期がありました。最近はどうなんですか？最近であんまり雨女でもないですね。ああ、はい。晴れると思いますね。ああ。はい。なんか、こう、沖縄に行った時に、うん。
結構こう不安になることって台風に当たらないかどうかとか結構こう、ああ、一番確かに。特に9月とかってすごいじゃないですか。ありますね。台風来たらどうしようとかってちょっと不安になりますよね。そうですね。本当に閉じ込められちゃうんでね。そうですね。閉じ込められるし、何もできない何もし、できない耐えるです。こともできないみたいな。確かに、確かそこだけちょっと心配っていうか。に。気になるところですよ。うん、そうですね。確かに。あ、沖縄の皆さんにとってはね、なかなか日常的に来てしまうところですよそうですね。ね。ちなみに、またちょっと話は飛ぶんですけど、オーストラリアでは台風のことをウィリーウィリーって言ってる。フィリピンはバギオと呼んでるそうです。プチ情報ありがとうございます。台風についてこんな、なんていうんですか、いちいち調べて考えることがなかったんで、ちょっと貴重な、そうですね。貴重なことでしたね。貴重な情報でした、貴重な情報 調べられましたね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ここで一曲お聴きください。生き物係で、茜色の約束。ではですね、ちょっとお便りをご紹介したいと思います。はい、お願いします。東京都練馬区在住の浅草の辛坊さんから。ピンポンさん、はい。これ前回の放送か、前々回の放送かなんですけど、今日は勉強になりました。ちょうど過去に使っていたブランド名を他人に使われ苦慮しています。今から申請して相手に退却してもらおうと思っていますが、弁理士によると勝率五分五分とのことで頑張りたいですということです。あれなんですね。商標を取ろうとしてるんですかね。そうでしょうね。この前、商標のお話ししたから、そのことで絡めてお話ししてくれたんでしょそうですよね。うね。なかなかね、まあ、取れるといいですけれどもね、辛坊さんに、ね。多分ご自分が使ってた、そういう、まあ、ロゴなり商品、まあ、商標、まだ取れてないですけれども、そういうマークをきっと他の方が使ってしまったっていうお話なんでしょうね。そうですね。ね、ただ商標はね、先願主義って言って早く出したものがどっちが先に使ってたかじゃなくって、先に特許庁に申請した方が通ってしまうっていうのがあるので、そこをぜひお気をつけようっていうところですね。だから相手の方が先に出してしまってると取れなくなっちゃうっていうのがお気をつけくださいってとこですね。そう、あとよく商標で気をつけなきゃいけないのって、あまりに有名になりすぎちゃいけないっていうのがあるんですよ。そうなんですか。一般名称化しちゃいけないんですよ。例えばエスカレーターとか商標なんですよ。もう一般名称じゃないですか、結局。あれを何かこう、どこ社の何だみたいな、そういう識別能力もないじゃないですか。ないですね。で、そうなってしまうと、いわゆる一般名称化してしまって、たとえ権利を取っていたとしても、権利範囲が及ばないってなっちゃうんですよ。そうなると、もう商標じゃなくなるってことなんですか？権利としてはあったとしても、権利行使できないっていう言い方をするんですけれども、止められない他の人が使ってても。だから、あまりね、意味がなくなっちゃうんですよね。なるほど。そういう事例としてよく挙げられるのが、あと、ホチキス。もともとは、登録商標なんですけども、一般名称じゃないですか、もう。なので、すごい、ブランド名って、ね、もちろん有名になってくれた方が嬉しいんですけれども、その拡散の仕方ってちょっと気をつけないとっていうところです。ちゃんとこれ、うちのブランドですよっていうふうに出していかないと、結局、みんなが使えるようになっちゃうっていうところがあるんで。あれですよね。シャンパンとかもそうなんですよね。シャンパンは、あれですよね、フランスのある地方で作るお酒がシャンパンですよね。
そうですね。でもシャンパンって最初結構他の地域が名乗ってたのを、いや、違うでしょうっていうことで、そうそうスパークリングワインっていう名前最初なかったんですよね。そう。あ、そうですよね。今、シャンパンがみんなスパークリングワインって使うようにしてますもん。そうですね。そだう、かシらャンなんかパそンういうチッのプ。も。あれはまたちょっと商標とは違う観点違で、うんだ。その地域のところのね、守るので、やってるんですで、あよね。ともう一個、もう、すごい、当たり前化してるというと、シーチキンですね。シーチキン。なるほど。シーチキン。あれ、本当はツナじゃないですか。シーチキンが当たり前だって思ってたんですけど、本当はツナの方があれなんですよね。他の、多分、羽衣以外はシーチキン使っちゃいけないですよね、多分。そうですよね。ちょっと調べてないですけど、でもツナ缶ですよね、他はね。そうですね。でもなんか子供の頃からシーチキンの方がもう、これはシーチキンという食べ物なんだっていうふうに認識があるんで、ツナもわかるけど、シーチキンでしょうっていう。確かに。そうなんですよ。だから他のメーカーさんが出してるのは全部あれなんですよね。シーチキンって名乗ってないですそうね。でしょうね。そうでしょうね。でもなんか私、大学の同級生で、マレーシアからの留学生の女の子いたんですけど、彼女はずっとシーチキンのことをチキンだと思ってました。鳥だって信じてました。違うよって言ったらすごいびっくりされて、まあ、確かにそう思うよねって思ったんそうでですね。でもよくつけましたよね。海のチキンっていう意味です。す。ね、すごいですよね、ネーミングとして。でも僕はあれですね。シーチキンが日本語で、ツナが英語だと思ってました。でも全然多分違います。なるほど。面白いですね。あとは、今じゃ有名なスシローさんもあれですね。本当は寿司太郎だったんですよね、最初。なんですか？でも知まあ、らいなろいかった。ろ、まあ、某メーカーの、いろいろあって、で、スシローしたっていうなるほど、ね。なるほど。あと、あれもそうですよね。銀の皿もそうですよね。最初は金の皿だったんですけど、何かあったんですよ、最初に。そうなんです。やっぱり大きくなると、そういうふうに出てくるんですね、そういう。そうですね。いろいろね、なんかね、大人の事情も出てきちゃいますよね。ですね。まあでも今ではスシロー銀の皿ってもうすごく有名で、まあ良かったですね、名前変えて。だからもしかしたら、あ、そうですよね。まあ、日本一になったのかもしれないし。なのかもしれない。そっちの名前の方が、こう、画数がいいとかあったかもしれないですね。という感じですかね。そうですね。まあ、またなんかこういう商標とか、なんかこう、専門的なことに関しては、お便りいただければ、もう、1から100まで答えますんでっていう感じで。頑張って分かりやすく答えますんで ぜひお便りお待ちしてます。ね、辛坊さんも取れるといいですね、商標。もう一件。はい、お願いします。東京都武蔵野市の目が細くなっちゃったさんから。最近、高3になる娘が美容に目覚めて、ずっと陰キャラ引きこもりだったのに、急に美容の YouTube とかを見出しました。私は美容に全く学生の時興味がなかったので、どう接していいかわかりません。お二人はどのように学生時代を過ごしたのでしょうかっていうことです。なるほど。でもいいじゃないですかね。興味を持ってきたっていうのそうですね。すごくいいことだと思いますね。ねでもそこをちゃんと尊重してあげないと、間違った方向に行く可能性があるし、見た目をこう気にするっていうのはすごくやっぱ大事なことだと思うんですね。
打ち気になったり、例えば、引きこもりとか、陰キャラとか、人が苦手とかっていうのは、多分自分自身に自信を持てないからだと思うんです。だから、やっぱり自分が綺麗で、美しいとか褒められてくると、もっと対人関係も良くなるし、コミュニケーションも取れるようになるしっていう方法も、美容ってすごく大事じゃないかなとは思います。それはもう髪とかももちろんそうですし、確かに。そうですよね。やっぱ見た目は大事ですよね。見たと目には大か事だと思います。だからよく韓国とか整形当たり前じゃないですか。日く。本もこういうふうにちょっとなってきてはいるんですけど、それ自体はすごく、いいことだとは僕は思います。そうですか。やっぱり日本人の整形ってあんまりいい印象を持ってないですけど、でもそれで本当人生変わるんだったら、すごくいいことなんじゃないかなと思いますけどね。ある意味ですけど、髪の整形じゃないですか、ストレートパーマとかパーマとか、そうですよね。カラーとかもそうですけど、あれっ確て、かに。要は変化させるわけですよね。あれによってでも人生変わったっていう人もやっぱりいるし、そうですね。そっですね、僕か。一番の今まで美容師として、携わってきて、すごい、その人の人生が変わったっていう出来事があって、16歳の高校1年生の子だったんですけど、で、その子が、をずっとカットしたりとかしてたわけじゃなくて、このお母さんをずっと、させていただいてたんです。で、そのむす、で、そのお母さんが来た時に、たまたま息子が忘れ物か何かをお母さんに届けに、美容室に来て、息子さんがちょっとくるくるってしてたので、ああ、結構あれなんですねって、癖があるんですねって言いましたら、そうなんですよ、もう、くるくるしてるのが気になるみたいでっていう感じで言ってたんで、それをストレートアイロンで伸ばしてあげたんですよ、その子。そっちはめちゃくちゃ喜んで、ずっと結構引きこもり気味の内気な感じだった性格が急に変わって、で、ストレートアイロンを自分で買うようになったんです。で、もう本当、まるっきり顔つきも変わって、で、もうその1ヶ月後ぐらいですかね、彼女もできて、結構学力も伸びてとかっていすう、ごい。すごいなと思って、そこで、ああ、人ってそういうコンプレックスに思ってることって解消してあげると、こんなに人生が変わるんだなっていうのを、すごい体感っていうか、体感ないけど、間近に見たなっていう経験がちょっとあるので、特に高校生とかって結構やっぱ悩むじゃないですか、いろいろ。悩みます。で、特にやっぱり見た目とか、人からどう思われてるのかって多分一番気にする時期な気んでにすよ。しますね。女の子からどう思われてるのかとか、男子からどう思われてるのかとか、それによって、バンって出せる子だったらいいですけど、やっぱりいろいろもう目が気になって、臆病になっちゃったりとかするんですけど、やっぱり自分に自信が持てるようになると、そういうのも解消していくので、結構重要な関わり方をしないといけないんじゃないかなと。高校生の時に美容に目覚めたっていうのは非常に、そうですね。ね、大事に。もう昔と違って、オキシドールで髪の毛やり始めたらそれはまずいですけどね。コーラかけるとか、コーラかけて、ちょっと。ありましたね。あ、そういう、知ってますか？そういう話。多分僕らの時代よりもっと上の先輩方だと思うんですけど。そうでしょうね。ちゃんとした美容をね、本当に、美容家、肌にいいような、髪にもいいような、そうですいうね。ものをね、使ってほしいですね。そうなんですよね。
確かに言われるとそうですね。でも、このヘアケア商品とかも、とか、あと化粧品とかもそうなんですけど、お母さんが、よく見る光景なんですけど、すごいいいものを使いたいからって思って、独占して使う家庭って結構多いんですよ。化粧品、エイジングとか、そのいろいろあるので、まあ、もちろんエイジングを子供とかに使わせない方がいいとは思うんですけど、結構独占して自分だけがいいものを使って、絶対もったいないからって言って、お母さん独占しちゃうって旦こと。那さんとかには、使わせない。違うものを安いやつ使ってもらったりとかする光景でよく見るんですけど、ね、やっぱ蓄積なので、やっぱり子供のうちからいいものをなるだけ使うっていうのは、後々、例えば抜け毛が減ったり、白髪になりにくかったりとか、ヘアケア商品だけに関して言えば。ね、だからですね、結構重要なんですよ。そうねえ、もうその言葉30年前に聞きたかったですね。なんですね。だから結構やっぱそういう認識の持ってるんで、子供だから安いのでいいやとか、まあ、安いから悪いとかじゃないですけど、せっかく使うんだったらもういいもの使ってた方が、結局それって投資になってくるので、自分へ。後々お金かかってやるんだったら、最初からもう投資していいものを使うのがベストですよね。なるほどですね。なんかこう、食べ物と一緒ですかね。そうですね。体に入れるものなんだからいいものっていう。気づいた時にはもう時すでに遅しって感じになるので。きゃー 変わってますもんね、でも、使うものによって。大事ですね。髪の毛の悩みって、薄毛か白髪じゃそうですね。ないですか。それも結構使うものによって変わってくるんで、やっぱり子供の時からいいものを使うに越したことはないなと思います。素晴らしい。本当ですね。ぜひこれを聞いてくださってる方も、お子さんのケアもいいものをっそうていですね。う。使ってほしいなです。つチャットさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、お嬢さんの美容に目覚めたところを大事にしてあげていただけると嬉しいですね。じゃあ、そろそろ、恒例のあつこの手相コーナーを。そうですね。じゃあそろそろ手相のお時間ですね。ラジオなのに手相を説明するっていうね。そうですね。じゃあ今日ユーモア線いきましょうね。じゃあ言う今こと日ね。左、左手見てください。で、感情線を見てほしいんですけれども、小指の下の方から出てこう横切ってる線ですね。で、これの、始まりのところに、くみたいなのがこう、ありませんか？く、なんて言ったらいいんだろう。く。始まりのところに、くが入ってくる。何個か入ってる方もいると思うんですけど、くの形が入ってる。ありますで、あります。あります？これ入ってると、こう、ユーモア線って言って、お笑い芸人の方に多かったりとか、その雰囲気を明るくするとか、盛り上げるとか。すごいいいじゃないですか。いいです。すごいいいです。ありますか、仲間さん。空 はありますね。お、素晴らしい。入り口に。いいですね、いいですね。もう最近滑ってばっかりなんですけど。あら、おかしいですね。いや、滑って盛り上げてるんですよ。そうですね、滑ってばっかりというか、基本滑るんですけどね。いいと思います。滑らない方が結構確率的に低いというか、でもなんか人ってあれですよね、狙って言うと面白く滑りますよね。なんか狙わない天然でいく方が一番面白いっていうね。そうですよね。それにはかなわないですよかなね。わないですね。ねえ、本当本に。当にこの天然の笑いってもう本当に面白いですよね。面白いです。そう、天然な人にはかなわないですね。そうなんですよ。最近だからもう滑りっぱなしなんです。どうしたんですか、今日。話ですか。滑りっぱなしですね。あら、いいんですよ。それでこうね、場を盛り上げてるんですから。なんか笑ってもらえないときが一番悲しいですよね。なんかこう、いいこと言うとか、こうなんか普通に
なんていうんですかね、緊張感って多分笑わせようと思って一番緊張するんだなって、まあ人によるんですかね。なんか笑いを取ろうと思った時の喋った時ってめちゃくちゃ緊張するんですよ。はい。で、真面目なスピーチとか、そのちょっとこう、いいこと言おうとする時ってそこまで緊張しないんですけど、なんか笑いを起こさせるための、そうですね、最近ちょっと、まあ、滑りっぱなしなんで、もう、いつも緊張します、最近。そうなんですね。大丈夫ですよ、読ませあるから大丈夫。よかったです、もう。ちょっと自信が持てました、今日。大丈夫です。ぜひまた明日から頑張りましょう。じゃあ、エンディングとかやってて。そうですね、はい、もう終わりですね。この番組は、毎週日曜日の、夜8時からやってますので、またぜひ来週もご視聴お願いします。はい、ぜはひい。また来週といもお聞きください。はい、今日もありがとうございまはした。い。はい。ありがとうございました。はい、まおた。やすみなさい。またまはい。た。